ぱりすくい上げちゃった。まうわあれキックがなかったなんとなんだまあいいかおっ合わせてきましたすじってる青生地すじってるでも手前っぽいあっやばい完璧ドライバーだ。ナイスショー。完璧。あナイス。ショー。今日一。しなるから、うん、直したまっすぐに。あ、カチャカチャ。今でかぶってたの。ちょっとこうしてたの、うん、もう構えてるときから、うんうん、今もう普通にこうしたベタなやつ行く、うん、ベタなやつ行こうか、うん、好きな食べ物シリーズ好きな食べ物は、うん、チーズですチーズいやチーズねゴルゴンゾーラ以外はもう青カビはダメなそう、ゴルゴンゾーラ以外はもうなんかもうとろけるチーズとかあるじゃないですか今チーズタッカルビとかなんかそういう、うんうんうんもうジョッキでくださいみたいなへえ。じゃあチーズフォンデュとかあ大好きなんかそういうの必要以上に絡めるもんわーいいねわかるチーズ大好き嫌いな食べ物はうん自らありがとうございます嫌いな食べ物はシナモンですあそうなんだもうなんか鼻が爆発するぐらい臭い気がするへえ。でも食べダメなんですかじゃあいやもう匂いでもうじゃあさ、たまにカレーとか香辛料多めのさあ、ダメダメか、うん、ダメかいや、ディズニーランド行ってたまにこう、チョロスが香るときはちょっとあ、辛いちょっとごめんなさいそうなんだじゅんちゃんはあ、私は好きな食べ物私はね、お肉はい、嫌いな食べ物は嫌いな食べ物なんだろうななさそう意外とお寿司屋さん行ったらエビとかあんま好きじゃないかも生物がってことお寿司とか好きなんだけどエビわざわざ食べない、わざわざ食べないものはある、まあ、嫌いじゃないけど、うんまあ、そうそうそうず栄養士、うん、そうです嫌いなものそうね栄養士さんがねそうですよこれ嫌いとかねそう言っちゃ い、ね、言っちゃいけないでしょたまに管理栄養士さんでめっちゃ太ってる人だからさいや自分の管理お願いしますみたいになるよでもやっぱ管理するから食べたりしなきゃいけないんじゃないですかあ、まあ、そんなことない食べてこうメモまあでもあんな太んないよねまあそう毎日ずっと食べてたけどそんなあ試食でね、うん、そうだよね、うん、多分ねめっちゃ食ってんだと思う必要以上にという話でしたうわうわうわ手前風やっぱ上げてるかも上げてるねじゅんちゃんに質問これは、はい、リンゴルフファンの女性はすごい気になってると思うんですけど、うんはいはい、スタイル維持の秘訣あじゅんちゃんはね細い細いですよねいや足も長いしさほらこの維持してる感ありますよねある飲み行ったりとかね、うん、ご飯行ったりとかよくしてるけど、うんまあ、あんまりね3食食べない実は2食とかそう2食とかやっぱ一日の総カロリーを気にして、うん、管理栄養士っぽい管理栄養士っぽいやっとそれっぽい発言が一日のカロリーでこう食べる量を決めてるから、
まあ、でもお菓子とかもすっごい好きだから。完食は？完食めっちゃする。もうお菓子とかすごい食べる。本当に、うん、コンビニ行ったらクッキー買うし本当に本当にクッキーとかばっか、お菓子チョコとかクッキーとか食べてる。食べてる。その他は？運動はゴルフ？運動は、まあ、たまにジム行ったりするけど、そんなにここ1ヶ月ぐらいはサボってるし、うんうんうん、どちらかというと、うんうん、半身浴もしない、うん、から本当に食事だけで。なるほどね。キープ、あの、うん、太らないようにしてるかも、してます。炭水化物は普通に食べる？炭水化物はお菓子で炭水化物取ってるから。なんかふざけたこと言ってますけど米とか麺とか食べる、まあ、なるべく食べないかも、うん、で食べる時もあるけど、あんまり選ばないように、はい、選ばないようにしてるかな、うん、うどんよりそばみたいな。そばとうどんって、うんうん、なんかカロリー的におそばの方がヘルシーみたいな。まあ、そうなんですけど、まあ手打ちそばじゃない限り、あの多分そんなにヘルシーじゃないと思います。というのも、なんだチェーン店とかだと小麦粉入ってるし、そば粉入ってるだけなんです。澱粉入ってるし。なるほど。じゃあうどんの方がカロリー的には低いことがあるってこと。まあそばの方がそば粉入ってるんでカロリーは低いと思うんですけど、うん、そこまでなんだろう、手打ちそばとかじゃない限りそんなに、なんか気にしなくてもって思っちゃうレベル。うん、あ、そうなんだ、うん。だったら全体の量減らした方がいいかなって。なるほどね。思います。私はね。全体的に多いと太る。そ, うん、それが毎日だとダメだよ。そう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 。そういうことそういうこと。食べなくていい時食べない。ああ別に用ない時は食べない。食べない、うんうん、ようにするしてますね。ね、とにかくねこの空腹っていうのはみんなさね、うん、あの感じた方がいいですよ。あお腹空いてる私みたいな。うん、空腹を感じてください。ね、やっぱ社会人とかなると飲み会だったりとかあるじゃないですか、うんうん、そうすると次の日もだるいなと思いながらもうなんか朝ごはん食べなきゃとか言って食べるじゃないですか、うん、習慣的にね。そうで昼ごはん食べなきゃとか言ってそうするともうずっとお腹いっぱいなわけですよ。確かに。でまた夜は飲み会、うん、空腹を感じてください、うん、なるほど。深い感じで終わります。そうそう空腹を何度も難しいけど何度も、ね、ということです、はい。オートね。あれ超えた。オートね。お、いい。音がいい。あ、めっちゃ右いた。スライスでスピード。コーナー、あ、100位からあるよ。今日何人200人ぐらいね参加してるらしいですね。すごい。バッグ、あ、これすごい。私がしっかりしてる。ドラコン、え、ドラコン結構もらえるよ。ニアピン、ちょっと頑張っちゃおうかなみたいな。これさ、結構地味に、地味に熱い。あとキャディバッグ、何あ、グリップセットとか、デッキタイプ 1.8 男女兼用、これはいい。いい、え、だってさ、え、ベスグラスをグリップかけに嬉しい。まだ取ってないけどまだ取ってないけど帽子とグリップかけにはキャディバッグもいっぱい置いてあります。あ、すごい。旅行、旅行行きたい。ジェット&スポーツ、なんとなんと優勝、優勝、これを持つことができるのか。10万円です。あの練習器具、あー練習器具もブニャブニャのブニャブニャって振るやつですね。いいね。よし、なんか地味にこのバッグ欲しいかもしれない。
こういうさ、これはもうレディース用なんだね。どう、うん、これしっかりしたバッグ好き。街もあるしね。街もね。いい天気ですよ今日。やばい、優勝できる気がする。ねえねえ、すごい、やばくないこれ。この軽さやばい。この軽さやばいよね。これぐらいのキャリーバッグ欲しい。大変だもんね、重いとね、うん、欲しいよ、持って帰りたいね、うん、今日リサちゃんベストグロじゃん、まずとりあえず、ね、それ狙いでね、うん、そうだね。あとニアピン、うん、まあ、頑張ってドラコンも行きたいな。ドラコンは行ってほしいよね。でもリサちゃんいるからドラコンとかちょっときついくなっちゃう。きつくなっちゃうよね。50ヤードくらい置いてかれるから。